修復歴とは、過去に交通事故その他の災害などにより、自動車の車体の骨格部位を損傷し、修正あるいは交換により修復したことを言う。自動車の流通過程での未修復である現状車も同様の判定基準を適用している。事故を起こしてなくとも修復歴に該当する車体の骨格部位が損傷もしくは修正されていた場合、修復歴となる。 逆に事故を起こしてはいても、バンパーを交換した、ドアの凹みを戻し塗装した、だけでは修復歴にならず、交換後、修理後と判断される。したがって、修復歴は事故歴と混同されがちだが、別物であると言える。修復歴は日本自動車査定協会において定義されているが、その判定基準が全国のオートオークションごとに異なっていたため、 日本オートオークション協議会において平成14年に統一検査基準検討専門部会及び同文化会を設置し修復歴判定基準の統一に向けて研究・検討を行っている。下記の骨格部位に損傷があるもの、または修復されているものは修復歴とする。ただし骨格は溶接接合されている部位とし、ネジ止め部位は骨格としない。 ありがとうございます。